球が俺の戦場だ第7部。始まるよ。OCU とドンパチしたところからスタートです。一行はハッタに連れられてシンガポールの廃工場地帯に侵入。ひとまずここにバンツァーを隠し、町の酒場にいるという情報屋と会うことに。つくぅ。シンガポール市街は観光だけでなく、情報産業を主軸に大変繁盛しています。つまり腕っこきのハッカーも多いわけですね。情報を金でやり取りする連中は、スペンダーというらしいぞ。パソコンの先生はハンス、ロズウェルと今までは男でしたが、今回はどうかな？こんなとこで商売してるということは、女の子でした。彼女はユンライファ17歳。155の49キロ、すごい小柄ですこと。この世界では非常に有名な情報屋らしく、マネーメーカーの異名を持っています。危ない橋を渡る天才少女、いい設定してますねー。この酒場ではアロルデシュが独立したこと、それが東南アジア独立運動に影響していることを教わります。国の内情について詳細はわかりませんが、内紛もなく、安全に観光できる国として紹介されています。サリバ種子の努力が結実したんすねー。いやあ、がったがった。話を戻すとホモが勝手に商談をまとめてしまいました。直し払いはしない模様。エマは正式な軍属ではないのでパス。結局でニスが支払いを持つことに。領収書を求める組織の一員の鏡。明日の夜マネーメーカーに会う約束をした一行。時間もあるしショップに行こうぜと豪が言い出します。工場や霧島に出入りしてましたし、もともと機械いじりが好きなんでしょうねー。というわけでやっとパーツを購入できるショップにやってきました。まあ新しいパーツは数種類しかありませんけど。では新パーツの説明。の前に、いろいろと更新されたニュースをチェックします。まずはメール。霧島の小池さんから。一連の事件について霧島が手を引いたこと、家族のために自分自身ホモたちをかばえなかったことを詫びる内容でした。ホモは特に気にしてはいませんでしたが、これは使えると豪が文面を考えて返信。小池さんの両親を突っつきながら、なんか情報を探ってほしいと返しました。続いて豪の受信、謎の人物神宮寺から。公安のパスをあげるからチェックすんだな、という内容。しかし豪に神宮寺なる知り合いはおらず、スルーすることに。最後にデニス、シビルという彼女から。業務から復帰し、FBI 本部で連続殺人の犯人を取り調べすることになったというメール。随分とエリートなカップルですね。片手までデータベースへ侵入するのはやめて差し上げろ。そしてご満悦なデニス。エリートで真面目だけど小粋なジョークも言える、いい男じゃない。恋人に変身して、終わり。さて、世界情勢はと。田畑国防大臣と霧島重工の間に贈収賄疑惑が浮上、日豪軍事機主力バンツァーの導入に便宜を図った謝礼として現金の贈与があったとされる。大臣、霧島ともにこれを事実無根と否定したが検察は捜査を進める方針。シンガポールチャンギ空港の航空管制が一時麻痺状態になっていたことが判明。時間は30分ほどだが通信機材などすべて使用不能になり空港はパニック状態に。航空機離着陸が不可能となり上空待機が続いたが管制が再開されるまでの事故は発生しなかった。スペンダーによる乗っ取りの可能性が高いとして当局は厳重なチェックを行っている。 USN 大韓中に工業技術提供を発表。両国の関係強化が狙いとされ提供技術は一般工業、自動車、航空産業など大韓中は二大国と同等の生産能力を持つことになり両国への牽制だろうとの声も多い。複雑な情勢だ。霧島技術博物館特別展のお知らせ。来月から霧島技術博物館では特別展として暮らしの技術展や創業者の回顧展を開きます。医療ナノマシンの実物やゴミ再資源化プラントを出展。目の前で再資源化される過程を体験できます。また最新型バンツァーシミュレーターを展示し性能を実体験することができます。霧島忠の生きた時代ではクッソ低性能な 128bit ゲーム機など当時の製品と研究室を展示。ぜひご来場ください。日豪軍フィリピンへ派遣か。副大統領率いる反政府組織の活動が激化。 OCU 中央議会は軍の本格介入を検討中。
テロ組織の温床たる反政府組織を叩けば日本国内の治安向上につながることもあるでしょ。騒乱派を解決して、派遣になれば揚陸艦と護衛艦と装甲車と一個大隊ぐらい突っ込ませるよ。横須賀方面の暴走バンサーは日豪軍と交戦後本国不当で突如消失、国外に逃亡したと思われます。新人物を見かけた際はご連絡ください。また新扇島ブリッジでも爆発が確認されたので関連がないか捜査中です。この事件については県警に捜査本部を設置し役員4人体制で捜査を続けます。来年度より同行法が改正されます。ポイントは次の通りです。免許取得年齢引き上げ、バンサー免許試験に性格テスト導入、85年以前のガソリンエンジン車乗用禁止、爆弾テロに関して大韓中の関与が報道されていますが関与した組織の特定はされておりません。明確な根拠もなく名前を挙げることはお控えください。外務省はこの報道について大韓中に遺憾のセンセンシャルを伝えました。適当な報道に惑わされないようなシャス。ロサンゼルスでバーチャルビューティーコンテストが開催。パソコン上で作られた女性の容姿、動作、機械知性の出来具合を競う大会でグランプリは司法ライラケル城。飲食店接客の中、カウンター裏でサボってタバコを吸う人間臭さが評価されました。制作者は日本の猫と虫。以上新ニュースでした。やっぱりワイドショーで取り沙汰されてるじゃないか。ではニュースの間にセットアップしたバンサーをチェックしましょう。ホモキはこの編成にショットガンを新調。胴体、右腕、脚部を改造。腕は体力の他に命中率アップ、脚部破壊比率アップとローラーダッシュ機能追加ができます。ゴーはチャフを覚えるために胴体をドレイブに変更。重量制限がきついため軽い標準レッグをチョイス。あれ、なんでプローブアーム？片腕スキルじゃないやん。後で変えなきゃ。絵巻はズーム2とアームブレイク用チョイス。キャセルとドレイブは完全に重量対策です。武器の身長でがっつり重量が増えたので、スキル習得を並行して行うのはなかなか厳しいぞ。最後にデニス。ズーム1、人間ダメージ、アームブレイクと完全スキル使用。レクソン脚部は移動さんの脚部の中では軽い部類なので、取り回しがよく重量対策にもってこいです。ローラーダッシュ機能については戦場で存分に堪能していただきましょう。とりあえずメシメシ、と思ったら突然部隊の分断を画策し始める号。ホモが珍しく女性と一緒に行動してるもんだから、のんけになったと勘違いしたようですね。エマをほっぽり出してしまうわけにもいかないので、やむなく二人で行動することに。静かで落ち着ける場所に二人。ホモとレズでは何か起こるはずもなく。とりあえず仕事の話から始める二人。久しぶりに会った地元の知り合いかな？ミダスを作ったのは私、だから自分の手で取り返したい。両親と同じ科学の道を歩んだのは、父や母に守ってもらいたかったからなのかも、と心情を吐露するエマさん。しっかりしてるから男なのかと思ったぜ、と賛辞を送るホモ。ホモの家庭事情は以前説明した通り、似た者親子のくせに、嫌に出るからこそ反発してるんでしょう。仲良くも反発もできないエマにしてみれば、それすらも羨ましく思えるんじゃないですかね。ところ変わってマネーメーカーユンのご自宅。お手製ツールコードブレイカーバー 1.03 を引っ下げて、日本国防軍の情報を盗み出している最中です。この表示で記録は2つなのか。オーストラリアが最終目的地ってことだったんですかね。反抗されたものの無事情報をゲットしたユン。さすが金を切り出す女。情報を手に入れた瞬間に鳴り出す無言電話。これは、逆探知じゃな？目を開けると、そこはくっそ汚い廃墟でした。エマさんエマさん、お金祭。こんなとこで寝てると蚊に刺されて病気になりますよ。なんだってー。あのマネーメーカーちゃんが軍に捕まってしまうなんてー。このままでは地下室に幽閉されお薬を注射され屈しない発言から30秒で汗顔ダブルピースは免れない。そうなる前に、何としても救出するのじゃ？と思ったけどまず酒場に寄っておっさんに声をかけましょ。この運の悪そうな男は日本警察に指名手配されている重要参考人、通報すると後日謝礼金がもらえます。
指名手配犯が指名手配犯を通報して、律儀に謝礼を出す日本警察。まあ匿名メールだから多少はね。というわけでユンの捕まった収容所にやってきたのだ。さすがに犯罪者を収容している施設なだけあって、今まで以上に厳重な警戒ですね。しかし軍施設ではないので機体配備数は少ないはず。奇襲さえ成功すればなんとかなる。なるんじゃない？収容所内部にはバンサーで入ることはできません。まずは敵を排除し、安全に侵入するチャートを選択。そうと決まれば早速出陣です。ユンの清掃はホモの活躍にかかっているぞ。いざ前期前進。 A ルートの A ルートミッション13、収容所襲撃。施設のメイン火力は戦車、遠距離は振り、一気に距離を詰めましょう。補正君は地味に面倒な相手です。火力は80と若干高く、こちらの攻撃は命中5割以下。2、3回攻撃しないと倒せません。なんで戦車より攻略難度が高いんですかね。一人目はなんとか連鎖で倒せました。さあいよいよローラーダッシュの活用。あーローラーダッシュくっそかっこええんじゃー。本来移動2マスのドレイブレップですが、ローラー機能により直線のみ追加3マスの移動が可能。この機能で後方支援タイプもかなり移動が楽ちん。高機動タイプなら縦横無尽にマップを駆け回れます。ただし移動した分だけ AP を消費するので、反撃や防御のことを考えて移動するようにしましょう。次に腕と脚部の改造。これはストーリーが進むごとにランクアップし、最大4改造です。現在命中、回避ともに 8% アップ。機能仕様に AP を1使っています。現状誤差程度ですが、ランクアップで劇的に効果が上昇。回避は最大 50% 前後、命中は腕パーツ次第で 100% 以上アップ。ぶっ壊れすぎー。 AP をガンガン使うので、最大値と相談して解放しましょう。これにてミッション13、工事完了です。今日のアンブッシュには、何点もらえるかしら？あんたね、これ片付けるの誰だと思ってんの？守備隊をきっちり仕留めました。武器レベル減点は、どうしようもないね。増援が来る前にユンを救出、パパパッと撤退して、終わり。どうやらクッコロ状態になる前に助け出せたようです、ああよかったー。そう思ったのもつかの間、脱出の瞬間を狙って敵の増援が出現、デニスたち何してたんだよ。九死に一生、ホモを救ってくれたのは分厚い装甲にガチホモの風貌、ジョア兄貴。遅れて情報を手に入れたんでしょうか、ともあれベストタイミングで援護に来てくれました。さすがは精鋭揃いのパープルヘイズ。強すぎて退場扱いになるのも納得ですね。ここはひとまず彼らに任せ、ユンを連れて安全な場所まで下がりましょう。パープルヘイズの面々は、胴体にクソデカフォントで USN って書いてるんですが、所属バレバレすぎない？ま、見たやつを全員殴って記憶喪失にすれば平気でしょ。というわけで一行は廃工場地帯に戻ってきたのだ。百戦して百勝というわけにもいかないし、一度の失敗は一度の成功で補えばいいって、それ一番言われてるから。と慰めていたら、あれは借金取りに追われて逃げてただけだから、と弁明されました。それはそれで情けないんだよな。なんとなくお察しかと思われますが、A ルートの A ルートで仲間になるのが彼女、マネーメーカーです。初期装備はショットガンでランクは A2。デニスと交代、2軍でチアリーダー、お好きにどうぞ。料金を格安にするなら考えてやると言いたげなデニス、それとこれとは話が別だと鋭い商人の目で語るユン。彼女の情報がなければミダスの行方はわからずしまい、この勝負はデニスが不利ですね。この部隊にはパソコン関係のスペシャリストが不在ですからね。雇って損はないでしょう。こうしてユンライファが仲間に加わりました。よろしく頼むよ。彼女の初期バンサーはプローブ、B ルートで基地脱出の時使われていた、ホバー脚部のあれです。機体名はミラクソユンイクにしました。銀河の歴史めくったりめくらなかったりしろ。
彼女が奪い取った情報から、輸送された荷物を確認。補給物資と補給人員、そのうち人物の方は横須賀にいた科学者たち。どうやらミダスは科学者と共にフィリピンに輸送されたようです。なぜかアリサも一緒。こちらのルートではトッチャマが逃がす暇がなかったのかな？何にしてもフィリピンに目指す全てがある。このまま殴り込むわけにもいかないので、一行は準備を整えるために空母へ戻ります。シンガポールにはこれでさよなら。ハッタ君、顔の割にはいいやつでしたね。じゃ帰りましょ。辛辣艦長おじさんオスオス。今度はたっぷり情報を掴んできたぞ。ただ遊んでるだけなわけないよな。だから軍本部によく働く優秀な新人だって報告して、どうぞ。たびたびニュースに出ていましたが、フィリピンは今紛争が激化しており、OCU 軍もガチガチに固まっています。しかもダガトアハスなどという超ロマン兵器が絶賛稼働中。全長135メートルで全身フル装備、ホバー稼働で陸に上がれるとか頭おかしい。くっそ燃費が悪く陸上活動はほとんどできないようですが、海と陸を行き来する移動要塞とか、攻める気も起きませんね。辛辣艦長をしてこの艦隊だけでは荷が重いとのことですから、全面戦争でも起こす気がなければスルーするほかありません。そこでルカーブは紛争のゴタゴタを利用することを提案。ダガトアハスが離れた隙に、潜水艦で一気に近づきます。この気を逃せば基地に近づくことすらできないでしょう。パープルヘイズとホモ小隊だけで吸収を仕掛ける。今までの小規模戦から、一気に難易度が跳ね上がりましたね。半数以上素人、支援なしで基地攻略とはたまげたなぁ。ジョアミキオスオス。さっきはどうもありがとなす。任務をこなしただけだから平気平気と気取らない兄貴。頼りになる男だー。初の合同作戦、と言っても戦力差は1、20ぐらいありそう。今までより苛烈だな。そのうち15ぐらいはパープルヘイズが片付けてくれるですって？ジョー兄貴は本当に頼りになるなー。一方は激化する紛争地域、フィリピンの軍基地へと進むのでした。さてはて、どうやって仕掛けるのやら。目指すタール基地は海岸からちと遠く、潜水艦を横付けして奇襲することはできません。山をくり抜いた自然の要塞。陸路も当然キャンセルだ。しかしそこはエースルカーブ、抜かりなく対応策を考えています。海と地下が繋がっている湖に潜水艦で突入、そのまま浮上しては蜂の巣なので、潜水艦のミサイル発射艦を使って、ポットに入れたバンサーをぶっ飛ばして基地に侵入します。随分はちゃめちゃなことを言い出しますね。君本当にお堅い軍人さんなの？基地侵入ですが、またまた分岐です。側面から回り込むルートと、正面突破ルート。今回は加入キャラが変わってくるのでそこそこ大事な選択です。側面はホセ、正面はリーとかいう子が加わります。まあ誰が加わっても習得スキルが変わるわけでなし、完全にキャラが好みかどうかなんですけどね。ちなみにどっちも男キャラです。やっぱりホモじゃないか。今回は正面突破を選んでみましょう。まずうちさ、屋上も。汚い。まさか真横にすっ飛んで基地に突っ込んでくるとは、バンサー乗りはリンクスか何か？さすがに突如出現したミサイルに防衛網もあぜん。対空防御の暇なし。パープルヘイズ一行は無事着地。城なんか元空挺部隊らしいですからね。まず通信とレーダーを破壊する特殊部隊の鏡。さてチームホモはどうかな？戦闘前から大破してそうな号。他の子は一応無事に着地できたようです。本番はここから、地上の陽動をパープルヘイズに任せ、内部のミダスを回収じゃー。ごつい姉ちゃんとフラグを構築する号。帰ってくる前に撃破されるんじゃない？そういうことをするのはよしてくれとホモに止められ、基地奥へ進軍開始。セマウン司令官オスオス。
なんか襟立ててるヤクザにしか見えねえな。ただの野心家だった彼ですが、ミダスの輸送先に選ばれたのが運の尽き。反政府軍の対応に追われる中基地襲撃。果たして彼は任務を遂行できるのか。てげー、お前はデストロイモンスター？セカンドであれだけ転倒事故対策とか言いながら多脚にしたのに、また不安定な重心にしたのか。それにしても、下方の大きさが戦車の規模をはるかに凌駕してますね。となれば近づいてしまえばメインウェポンは使えないな。ここで潜水艦から通信。5ターンだけ支援攻撃をしてくれるそうです。火力はさほど高くありませんが、必中なので有効に活用しましょう。いざ元気前進。A ルートのまたまた A ルートミッション15。タール基地弾薬庫突撃。デストロイモンスターことレトリーバーは後回しにして、まずは面倒な歩兵とお供の戦車を倒します。歩兵はゴーとホモでしか攻撃できないので、潜水艦の必中援護で体力を削りましょう。レトリーバーはまたまたベルダ社製造の大型機動兵器。司令用というより、昔で言うとこの投石機ですね。なおやっぱり戦闘事故が起きる模様。過去から学んで、どうぞ。これにてミッション15、工事完了です。今日の暗部士には何点もらえるかしら？なかなかやるじゃない。まずは外に展開した守備隊をボコボコにしました。レトリーバーが出てきた扉を抜けたいのですが、クローズセサミして飽きません。分厚いのでバンサーの攻撃でも突破は不可能。やむなく潜水艦に援護射撃してもらうことに。あんまりド派手にやると潜伏してるのがバレちゃうよ。じゃ下がりましょ。これで道ができたってわけだ。それではゆるりと基地を攻略せよ。といったところで今回は終了です。次回、基地攻略。それでは皆さん、お達者でー。